ね。まあちょっと前から思いつき自体はあったんですけど、ディスコードあれば、まああとはその、まあ、人数さえあれば、いれば、そのデュエルするコミュニティって作れるよなっていうの、デュエルスペース、オンラインデュエルスペースって作れるよなって、まあ日頃思ってまして、始まった時から。いつかやってみよう、いつかやってみようと思って、まあやってみたのが、今日っていう感じでございます。あのまあ本日参加されない方もいると思うんですけど、結構ほんと想像以上のデュエリストに、現在ですね集まっていただいておりまして、まあ基本このディスコードで定めたルールは、対戦をしたいライバーはまあそのボイスチャットに参加し挑戦者を待つ、そして全てのライバーは全てのライバーに挑戦してもいい、そして3、視点配信は2位とする、そして4、すべてのライバーはいつでもこのサーバーを使って自由にデュエル会を開いてもよいと、まあ、この4つのルールだけもう設定してあとは好きに使ってもらおうかなと思ってます。でディープルで、訳したルールを英語で書いてるので、海外ライバーさんにも伝わってればいいなと思うんですけども、まあそんな感じでやっていきましょうか。あ、すみません、こんばんは。あ、こんばんは。いや、こんな直接ちゃんと話すのめっちゃ多分そうですよね。もう初めてレベルって考えちゃってもいいレベルですかね。高ラジマン社長。あ、鏡社長、よろしく。よろしくお願いします。もう全然もう遠慮なく、私もなかなか日本語しか喋れなくて申し訳ないんですが。大丈夫です。言葉の壁はカードで越えましょう。カードから、はいはい、そうそうそうしましょう。うわ、楽しみ、楽しい。さあやりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう海外のライバーさんも結構このサーバーに入ってきてくれてすごい嬉しいんですよね。うわおや事故っちゃいました。あ、リゾネーター、なるほどなるほど。あ、はじめまして。今大丈夫ですか。あ、はじめまして。あ、今大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。です、私も。あ、よろしくお願いします。スハさん、よろしくお願いします。はい、ハヤト先輩。はい、今配信してるんですか。はい、なんか Twitch で配信してますね。あ、Twitch なんですね。先行いただきましょう。バトルシティですね。はい、はい、もうバトルシティですよ。うん、今世界中のデュエリストがここに集まっている。そうですね、はい、なんか異縁の方も ID の方も、はい、みんな集まっている。いや、本当に参加していただきましてありがとうございます。いやいや、なんか誘ってくれて本当にありがとうございます。いやいやいや、もう本当いいんですよ。本当いいですか今。大丈夫です。いいですか。わかりました。ということでジウさんと対戦していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか配信見たとき、はい、すごい最初の方だったんですけど、はい、やっぱりブルーアイズかみたいな。やっぱりそこで普通本出来だったらそっちですね。僕はなりますよね。あ、お疲れ様です。今大丈夫でしょうか。ヘロー、はじめまして。 Nice to meet you. Yes, hi, nice to meet you too. ライさん、うん、よろしくお願いします。よろしく、うん、対戦しましょう。うんうん、ちょっとどうしました。ごめん、あ、ライは、じゃ日本語 で赤ちゃん。あ、いいですよ、そんなそんな。お、あ、あ、ライインバイト。デュエルが始まればカードで、カードランゲージ。デュエルスタートアフターカードランゲージ。ああ、オーケーオーケーオーケーレッツゴーオーケー。デュエルコミュニケーション。おお、デュエルフィールド一緒ギアタウン。
うん。フィールドギアタ。ギア好き。おー、ギア好き。うん。私も。おお。ギアかっこいい。ええ。お疲れ様です。あ。はじめまして。はじめまして。ロゼミさん。はい。デュエル。順番。いいですか。いいよ。やった。なんか遊戯王でいろんなライバーさんと話しながらこうやってなんかお話できるのすごい嬉しいです。ああ、そう、私も、うん、うん、エイペックスとかあんまりやってないから。ああ、そうなんですね、自分も。うん、うん、なんかライバーさんがいっぱいなんかエイペックスとかやってて私やってないから、まあこういうようなゲームでいろんなライバーさんと話かけて嬉しい。いや、よかったです。ディスコードサーバー、うん、来てくれてありがとうございました、本当に。あ、いえいえ、こちらこそありがとう。